よし、行くよ。入れよ、シェンロン。そして願いを叶えたまえ。あー、疲れた。ほんま疲れた。今日はもう、あかんかったなー。しかし。いや、なんかもう、むっちゃ、なんかうんこみたいなの出てきた。やっぱなんか、あこで5000円突っ込んだ間違えたなー。何しよう。あ、ごめんごめん。気づかんかった。うん、どうしたん？何？いや、うん。いや親孝行をしようと思いまして、ちょっと試験受信っていうかさせていただいたんですけど、ええことやな、はい、ええことや思う。いや、そんななんかあのもっとあの大きいかなと思って、あの雲も今から出てくるかなみたいな思ってたんですけど、あるあるやで、それないから、そんな願いも叶えへんよ。あ、そうなんですね。まあまあ大変やと思うんで、いやもういいし、全然もういい全然お気遣いなく来たのに、せっかく、はい、あ、ほんま？もう今回はもう僕が勝手集めただけなんで、あ、そう、はい、あ、ごめんごめん、なんかまた今度来ちゃいましたね、はい、お願いします。ちょっとまた、すいません、よろしければ、また、ありがとうね、ごめんごめん、はい、ありがとうございます。よし、ちょっともう一回お願いしたいこともあるから、もう一回ちょっとシェンロン呼び出してみよう。よし、行くよ。入れよ、シェン、おい、あ、はいや、ちょこっち来い、はいや、ちょこっち来て、すみません、はいや、ちょっと、はい、早く来て、え、なんでそんな早いんですか。いや、ちょっと今、自分なんて言おうとした。はい、まあ、それ、入れよ、シェンロン、そして願いを叶えたまえですよね。なんて、もう一回言って。あ、はい、入れよ、シェンロン、いや、おかしい、そして、いや、おかしい、入れよ、シェンロン3や。あー、まあ、はい、そうですね、目上や、俺目上やろ、はい、違う、お前の方が生きてんの。いや、僕の方が年下や、お前、そうやろ、僕分からないですけど、はい、多分年下やと思います。普通それは敬わなあかんやん、それ、はい、そうちゃう、うん、あ、もう、だ、ちゃう、だ、だ、つい、え、いや、だ、どういうことですか。入れよ、シェンロンさん、そして願いを叶えたまえっていう。あ、はい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 、はい、叶えてください、叶えてくださいな。もう申し訳ないです。はい、もう一回、もう一回やらせてもらっていいですか。いいよ、もう一回やらせてもらっていいですか。やってやって、すいません、はい、じゃ、心込めてな、心込めてやるよ。はい、ありがとうございます。はい、入れよ、シェンロンさん、そして願いを叶えてください。そう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 、じゃ、どうですか。そうそうそう、こんな感じで。そうそうそう、それやん、それやん、はい、普通それ、はい、お願いします。あかん、もう今後あいつ呼び出すしかない。まあ、あいつ呼び出そう。よしよし、できた。入れよ、シェンロン、そして願いを叶えたまえ。あ、どうも、シェンロンさん、お久しぶりです。お久しぶりじゃないよ、お前、雑やって、呼び方も作りも雑。いやいや、全然前見てみろ、前見てみろ、俺見てみろ、コントローラーついてない、俺の前に。あ、まあ、はい、そうですね。どんだけ雑やねんってなるやん。いや、違うんです、違うんです、違うんです、そういうことじゃなくて、ちょっと、急ぎで呼び出したんで、そう、ちょっと、あれだったんですけど、雑になったんですけど、自分で持てるやん。雑って言い方は、まあ、ミス、間違いなんですけど、今回ね、これね、建物建てたんですよ、これ。はいはいはい。でね、結構しっかり業者さんに建ててもうたんですけど、なんかね、どうもやっぱり人が来へんみたいな。これじゃあかん、これじゃあかん。いや、これじゃあかん。え？いや、全然これで売れへん。あ、まっす。こんなんあかん、これ。え、何か、じゃああれですか？シェルノさんにはいい案があるっていうことですか？まず、俺を誰やと思ってる。っていうか、そもそも一個聞きたいんですけど、シェンロンさんってなんか願い事とか叶えてもらえるんです。まず叶えるよ、俺は。え、ほんまはね。そうなんですか。うん、叶えるかな、ほんまはね。あ、え、そんなん、え、前でもそういうの。前は、え、じゃあ、ま、前はあれ、気まぐれ。ああ、なるほどね。いや、じゃあ、え、なん、な、な、三つですよ。三つでじゃなかったです。あ、違う違う、俺は二つや、ね、あ、二つなんです。三つは強いやつ、強いやつ。あの、じゃあ、え、例えばじゃあ、家、もう、こう店建ててほしいとかも、お願いしたら建ててくれたってことですよね。ああ、そう、当たり前や、できてよ。あ、ほんまっす。そう、できるよ、それ。そう、はよ、言うてもらうの困るんですよ。あ、じゃあ、上からやな、じゃあ、言うてもらうの困るの、おかしい。いや、そんなことないですよ。じゃあ、例えば、はいはい、車とか、どうです？いや、それできるよ。ベンツとか、じゃあ、作れます？作れるよ、シェンロンさん。当たり前や。うわー。え、いけました？それなんか。いや、後ろ見てみ。え、後ろですか？うん。うわ、なにこれ、すげえ、ベンツや。やった、シェンロンさん、さすがっすね、ほんまに。いや、まさかベンツ出てくると思わなかったんで。うわ、びっくりした、マジで。うわ、夢やったんすよ、僕、これ。いや、ほんまに夢やったんすよ、これ。ありがとう、ごめん。うわ、ちょっと運転させてもらっていいっす、これ。いいよ。うわ、シェンロンさん、これマジやばいっすね。前全然見えないっすもん、もう重すぎて。やっぱ、僕にはやっぱ身の丈に合ってないんで。やっぱこれ、すごいわ。いや、もうそんなふざけたこととかいいんで。ふざけたことじゃないよ。いや、まあ、マジで。いや、こっちガチなんで。え、シェンロンさん全然ダメっすよね。内装こだわったって誰も見えへんし、BGM だって僕らしか聞いてないし。いや、もうなんかこっち呼び出しといて言うのもあれっすけど、やっぱちゃんと結果出してもらわないと、なんか、おかしい。いや、ちょっと待って、そんな、もうそんなこと言ってもええわ。お前の店やんか。いや、もう俺別にそこまでもそういうことじゃないっすよ、シェンロンさん。ごめんな、帰るわ。シェンロンさん。
いや、シェノンさん、いや、シェノンさん、ちょっと、いや、シェノンさん、チャンス、チャンス、チャンス。いやー、シェノンさん、もう僕も、いいっすわ、もう。何、どうしたん、どうしたん、いきなり。いや、え？なんかもうね、僕、まあ、頑張りましたけど、でもやっぱ僕にはもう、向いてないと思うんすよ。いやいや、そんなことないよ。まあ、だから、え、夢やってんやろ？はい。せっかく立てたんやろ？いや、そうですよ。そうですけど、うん。でもまあ、もうやっぱ僕には向いてないし、僕の力もやっぱ足りないんで、もう僕諦めますわ。分かった分かった分かった、うん、ほんだらもう俺がしゃあない、一肌脱ぐわ。え、だって2個あるやん、お願い事。そもそもそうですね、そのうちの1個を使ってないから、はい、お前使うわ。じゃほんまですか。うん、任しといて任しといて。まま、なんすか清野さん、別に何も変わってないんですけど。後ろ見てみ。え？後ろ後ろ。後ろですか？うん。うわ！な。何あれ？すごいやろ。何すかこれ、シェンロンさん。うん。え？いや、これはね、お客様運ぶ車だ。いや。おう。これでも、アウトちゃいます？いけますこれ。それはわからん。え、すごいすごい、シェンロンさん、ありがとう。え？いやいや。ほんまに言うてます？おう。うわ、やった！え、ちょっと待って、これ乗っていいっす？乗ってみ乗ってみ。うわ、すげえ、これ、シェンロンさん。前にも後ろにも進めるんすね、これ、シェンロンさん。うわ、やっぱ、しかもこれボタン押したら、ほら、音鳴ったりするんすね。しかもこの後ろのゲートもほら、こうやって閉められるようになってるんすね。うわ、やっぱ、パクリやけど。パクリとか言うな。いや、ほんまシェンロンさん、ありがとうございました。よかったよかった。もうなんか、全くやる気なくなってたんすけど、うん、なんかこれで、やる気出てきましたか。ごめんごめんごめん。あのさ、俺さ、お願いしていい？お願いですか？うん。あの、一個お願いがあるねんけど、俺をどっかにさ、この店のどっかに飾ってくれへん？俺を。シェンロンさん、王ですか？うん。いや、全然、いいですけど、なんか、あ、なんかすいません、ありがとうございます。いや、ちゃう、ちゃう、身守りたいからさ、俺も。喜んでちょっと、僕、シェンロンさん、あこにちょっと飾りますね。うん、頼むわ。よし、じゃあこれでいいかな。ああ！おう！シェロンさん大丈夫っす？おー大丈夫。景色もいいよ。おーいいな。シェロンさんお前ありがとうございます。僕ちょっとあっちで、もしかしたら人来るかもしれないんで、ずっと待ってますね。おー頑張ってな。よく頑張りましたね、皆さん。大変よく頑張りました。6つのドラゴンボールを我々は今、このフォールアウトの世界で集めることができました。そしてそれはすなわち、シェンロンを呼び出せるということです。では皆さん、シェンロン呼び出しましょうか。集めてきた6つのドラゴンボール、ここに今置いております。これを使ってシェンロンを呼び出してみましょう。ドラゴンボール、決して短くはない。旅の中で4人が集めた旅の思い出、一つ一つが今合わさって大きな大きな夢へと変わります。ではいきます。いでよシェンロン、そして願いを叶えたまえ。わっ、シェンロンが来るぞ、シェンロンが来るぞ。ああ これみんなから見たらどう映ってんねやろな。我が名はシェンロン、一つだけ願いを叶えてやろう。うわ、シェンロンさんだよ。みんな、シェンロンさんが やってきた。ちょっと誰か願い叶えてもらえよう。じゃあ誰がいいと思う。みんな願い叶えてもらいたいやついるか。誰か、何でもこれって今今日誰が一番頑張ったと思う。みんな投票してくれ。よし、多数決の結果、今日一番頑張ったのはともやさん。ともちゃん、君だ。君が願いを叶えてもらえるということだから、じゃあお願いしてごらん、シェンロンさんに。お願いしてごらん。では、トモヤ、願いを言ってみろ。この4人でずっと一緒にゲームをできるようにしてください。ごめん、それは無理やわ。いや無理やっていうか、ちゃうねん。だからそれは他の人たちのあの仕事の加減とかね、あとその言うたらやはりほんだ年末年始だ、忙しいなとか、そういったこと、ほんだ子供ができたとか彼女できた